東京臨海副都心大見、シンボルプロムナード公園シンボルプロムナード公園は、東京都港区台場、江東区大見、江東区有明にかけての長細い都立公園である。1996年4月1日開園。264,374平方メートル、総延長約4キロと、東京臨海副都心で最も大きな公園である。その名の通り、 舗装された、プロムナードと多数のシンボル性のあるオブジェを中心としている。大きく分けて、テレコムセンターから、お台場海浜公園を南北に結ぶ、ウエストプロムナード、東京国際展示場から、有明テニスの森公園を南北に結ぶ、イーストプロムナード、そしてこの二つのプロムナードを東西に結ぶ、センタープロムナードに分かれる。それぞれの特徴を下に記載する。 通年入園自由、無料。男女別型トイレ、飲料自動販売機、ベンチ多数あり。専用駐車場はない。夜間は明るめ。テレコムセンター側には滝の広場がある。水が滝となって流れ落ちる珍しい噴水があり、夜間はライトアップされる。噴水の運転時間は9時から22時。この噴水の水は西方向へ伸びるを側へ流れ出る。 この小川の脇には、重力のない森、ラウンドストラクチャー -1995、壁空の花というオブジェが設置されている。ウエストプロムナードの中央付近には自由の炎と呼ばれるオブジェがある。1998年に開催された、日本におけるフランス年を記念して、フランスから送られた像で、台座を合わせると、約27メートルの高さとなる。 フランス人彫刻家であるマルク・クーチェリエがナポレオン三世の勝利の象徴として制作した。2007年から2008年のフジテレビを大馬冒険王ではシュッとした金のオブジェという名前で案内が行われた。お台場海浜公園側との行き来にはウエストパークブリッジを使って東京湾岸道路の上を渡る。この橋から都心方向には特徴的な街灯があり、 夜間は、印象的に、ライトアップされる。そのため、この付近はしばしばドラマなどのロケに使用される。富士テレビ近くには、美神の門というオブジェがある。お台場海浜公園側は、海の向かう広場と呼ばれ、レインボーブリッジや、東京タワーなど都心を望むことができるほか、自由の女神像を間近で見ることができる。富士テレビアクアシティを、台場、ヒルトン東京お台場、 グランド日光東京台場、ゆりかもめ台場駅などとも全て繋がっている。この公園の中では、この付近が最も人の賑わう場所である。大見地区では、草木が多く、最も公園らしさのあるプロムナードである。春にはポピー、秋にはコスモスが咲く。毎年5月中旬には、臨海福都新ワイルドフラワー祭りが開催され、 花摘みや花に関する教室も模様される。また、このプロムナードは、橋が多く、西から出会い橋、夢の大橋、集い橋と、臨海線東京テレポート駅から、お台場海浜公園方面まで伸びる、テレポートブリッジの4つの橋がある。テレポートブリッジとパレットタウンの間には、ジミー大西が制作したオンパレ広場というカラフルな、オブジェがある。パレットタウン付近から、 東側は急激に人が少なくなり特に夢の大橋は隠れたデートスポットである近隣でイベントがない限り人が少なく閑静な場所である石と光の広場は木々が規則的に配置された広大な広場でヘブンアーティストの会場としても使われる有明テニスの森公園有明コロシアムへはコロシアムブリッジを国際展示場へは やぐ橋を渡ると良い。ありがとうございます。